化学はあってお米を一旦飲んでて、よくラープとかに入ってる、あと唐辛子を叩いてもらうしたやつ、あとバイサラネってミント、あとパクチーとかチーとか、それがまあトムセブンなんですけど、ナムコム、トムヤムクンって2種類あって、ナムコムっていう方がチリンオイルをナンピッパオっていうのを使ってますね。でそれをちょっと入れたらトムセレブすごく美味しかったので、そっちの方でちょっともつ煮っぽくやってみようと。でヘンリーさんがもう「アローイ!」って言って「アローイ!」アローイマークじゃないんですよ「アローイ!」ってちょっとそれで広めようと仕掛けて、今日は楽しんでいただきました。両方お出しします。両方ですか？はい。だから楽しんでください。はいということでね、本当に美味しいんですよ。でもこれね、 あったようでないですよね、トムヤム煮込みって。これこれほんとうまい。これこれ逆にタイに持ってきたいですね。ねえ、いたいですよね。結構だ。カステラじゃないですか、チムチムでしたっけ。チムチムもあるし、かすってるけどトムヤム煮込みはないですもんね。食べ分けますか、味の違いをね。こっちとおちじゃがお好きですか？うまい。